北海道知事の鈴木直道です。新規感染者数は急速に増加する局面を脱ししつつあります。皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。一方、医療への負荷などを鑑み、北海道におけるまん延防止等重点措置は3月6日まで延長されました。新規感染者数を着実に減少させ、医療への負荷を抑えていくため、引き続きマスクの着用、手指消毒など対策の徹底をお願いいたします。飲食の際は認証店を選び、4人以内で短時間、深酒や大声を避け、会話の際はマスクを着用してください。感染が広がっている学校、保育施設、高齢者施設では特に対策を徹底してください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。